皆さんこんにちは、堀田光也でございます。今からですね、紹介するのはレインギアジャケット01、こちらになります。これ結構ですね、気に入ってます。正直な話、まあこれね、着たら分かるんだけど、着心地がね、これすごいいいです。あのね、これデュラストっていう素材使ってるんですけども、何でしょうね、こうしなやか、どうしてもね、こうレインジャケットってパリパリ感が強いじゃないですか。そういったね、あんまりこうレインジャケットじゃない感じ、これ本当に触ってみたら分かるんですけども、なんかね、滑りが滑らかで、生地がね、普通のこういったね、服と同じような感じ。何気なく、まあ、ファスナーを締めるんだけども、これね、止水ファスナーって言って、まあ、水がね、完全に入らないわけじゃないんですけども、かなりですね、これ防御できてます。僕らね、サーフで釣りしてると、まあ、ウェーダーに波が当たってこう這い上がってくるんですよね。そうするとこの辺がベショベショになっちゃいます。で、今までのファスナーだとどうしてもですね、中に染み込んじゃって、この辺にね、塩が溜まったりとかして、次こうね、また着るときにうまく入んないよとか、奥まで入んなくてなかなかこうやって上がんないよってことがありました。あったんですけども、これはですね、本当にもう中に入り込まないような、まあ割とですね、こう波が当たっても流れちゃうような、そんなねファスナーになってますので、ここにですね、塩がねほとんど溜まりません。なんで何回ねこれ着てもらっても、何回ね波が当たってもね、このね着やすさってのは変わらないんですよ。まあこんなねファスナー使ってるんで、まあやっぱりなんですかね、僕ら着てて、この、まあ、快適性という意味で言ったらすごい快適になりましたよね。でね、あと耐久性がですね、結構強いです。多分ね、皆さんね、経験あると思います。まあ、僕らね、これ必ず、まあ、ベスト着て、まあ、キャストしてやるわけなんですけども、大体ですね、ベスト脱いだ時にあれと思うんですよ。この辺がね、こう肩の部分手放ってるんですよね。それがもうほぼほぼない、ほぼほぼないです。ちょっとそれ驚きましたね。大体ですね、今までの製品、正直な話、ここ毛羽立ってきて、あちょっとやだなと思ったんだけど、このね、耐久性は正直ね、驚きました。あとね、なんといってもね、これ色がいいじゃないですか。ね、ダスクブルーって言うんですよ。ダスクって何かって聞いたら、夕焼けのこう空の色で、ちょっとまあ青みがかった、そんな色だということで聞きました。これね、実はね、ネッサのカラーとですね、かなりね、ダブって部分がありますので、これやっぱりですね、すごい、まあ、僕ね、ネッサやってる人間としては気に入りましたね。やっぱりね、最近は まあ、特にね、車のカラーなんかもそうですよね、こういった中間色、よくありますよね。で、そういったやっぱカラーが流行ってきてるんで、まあ、他にもね、全、6色あるんですけども、僕はこのダスクブルー、気に入って、着てます。あとですね、まあ、このフード、他の、ね、方もね、これ実際に、まあ、説明されてますけども、まあ、視界を妨げないような形状になっているっていうのは大きいですね。どうしてもある程度ね、風が強い時なんかは、まあ、どうこうかぶって、それでもこうなんていうか、バタバタしながら釣りするんですけども、まあ、視界がしっかりね、確保できるんで、今まで以上にね、安全に釣りができるし、まあ、何やってるとかですね、隣でこうナブラが起きたとかっていうのがね、ちらってこう目に入ってくるんで、ね、そういった意味ではですね、この形状っていうのは割と重要かなというふうに思ってます。僕ね、結構これね、気に入って使ってますんで、ぜひね、皆さんもサーフの釣りに、使ってみてください。続いてですね、僕結構気に入ってるのがこの、ね、ゲームベスト、そのまんまの名前です。これね、まあいろいろあります。結構シンプルですね。まずね、ここ大きなポケットがあって、このね、両サイドは、まあ、ルアーケースが入ります。そして見えているように、ここにはフライヤーですよね。で、ここはもうポーチが最初からついてます。そしてここね、こういろんなもの入ります。ちょっと入れてみたんですけどもね、こういったリーダー、そして、スパシザーね、あと僕はここに、ちっちゃな、ね、箱に入れて、スナップですね、スナップを入れています。ね、で、背面はこれね、ポケット、まあ、大きなポケットが、ね、1つ下にもこれ入ってます。これね、ペットボトルホルダーなんか、ペットボトルなんかね、
入れるような、大きさのポケットです。でちらっと見えたんですけども、ここ横にね、フィッシュグリップをつけるね、Dカンもついてます。ちょっとこれ着てみますね。着てみるとまたこれね、ちょっとね、着心地とかね、わかるんだけど、でね、これね、着てみてやっぱりこのね、着丈がね、ちょっと短めになってます。どうしてもですね、まあ、波が下から這い上がってくるんで、結構これが長いとですね、このベチャベチャになっちゃいます。それをね、ちょっと考慮してこれ短くしてもらいました。で、言ってもやっぱりね、波とかこの辺にかかっちゃうんですよ。まあ下がベチャベチャになっちゃうんで、これ見たらわかるんですけどね、下こう、こっちか、はい、メッシュになってて、こう入ったね、水が抜けやすくなってます。これかなりですね、まあ有効に効いてくるので、サーフの釣りなんかかなりね、これ、まあ、有利になりますね。この位置なんでね、本当にアクセスがすごい楽です。で、すごいシンプルなんで、何かでこう迷うこともありません。もう入れるところに、ね、決めておけば、まあ誰が使ってもですね、すぐアクセスできるような機能性になってます。で、あとこれね、これよくね、飾りって言われちゃうんだけどね、まあ、飾りの部分もあるんだけど、例えばね、こうやって何かフライヤー作業して、ここに置くよりも、ね、まあ、僕ちょっと左利きなんだけども、ここにちょっと仮置きするような、まあ、機能がついてますので、まあ、なんかね、作業するときはここ、まあ、ぜひね、使ってみてください。でね、今こうして普通にこの状態でね、着てるんですけども、すごいね、フィット感がいいです。で、僕らね、やっぱり例えば浜でナブラが出たらバーって走ってくんだけど、走ってる時ってやっぱりね、ガタ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 して、このね、フィット感がないとすごい動きづらいんですよ。これね、すごいここまで、ね、しっかりサポートされてるんで、もうなんだろう、一体化してるんでね、すごい走りやすい、あるいは歩きやすいですね。だから機動力もすごい高い、そんなね、これベストになってます。あとね、これ後ろのアクセス、ほら、結構簡単にできる。ペットボトルなんかここに入れといても、すぐ出し入れできる。これかなり便利ですよね。あとね、全体的にやっぱ軽い。どうしてもね、これね、どんどん重たくなっちゃうんですよ。メタルジブとかね、そういったものを入れるとね、全体がね、重たくなっちゃうんですけども、もともとが軽いんで、まあその分ですね、重たいものを入れても大丈夫というようなセッティングになってますんで、ぜひね、これサーフの釣りにね、皆さん使ってみてください。続いてですね、僕らね、大好きなウェーダーです。皆さんね、ウェーダー何買っていいかなかなかわからないでしょ。いろいろありますよ、今回は。まずね、これ名前がですね、 DS3 ウェーダーと言います。なんで DS かというと、これドライシールド、ね、糖質防水の素材のウェーダー、3層ということで、これ、ね、DS3、のウェーダーという形になります。このね、ラジアルね、タイプです。そして、まあ、皆さんおなじみのフェルトですよね。これ見るとすごいんだけど、もうずっと切れ目がですね、端から端まで入ってます。で、こうやってほらね、屈曲すると分かると思いますけども、やっぱね、屈曲しやすい。これがですね、フェルトですよね。カットフェルトですね。そしてこれにですね、ピンが入った、フェルトピンですね。このタイプのソールもあります。そしてこの、ストッキングタイプですよね、ウェディングシューズを履くタイプ、このね、4つのソールがラインナップされています。僕はね、このサーフの釣りなんで、チェストハイのラジアルタイプ、実際ね、これね、履いてみたんですけども、この、ね、生地が軽いです。これ非常に軽いです。びっくりしました。最初ですね、まあ、ハイパーウェーダーっていうですね、糖質じゃないやつも入ったんですけども、正直ですね、まあ、重たい、だから動きづらいわけじゃないんだけども、重さを感じちゃう。でもね、これね、まずね、持ってびっくりした。履く前に、え、何これ、全然違うんじゃない。で、これね、担当に確認したら、やっぱり担当さんですね、このね、ドライシールドでですね、素材が軽いということで、今度着用して歩いてみたら、やっぱ全然違うんですよ。軽いってことはね、やっぱり、ね、僕らの釣りね、歩く釣りなんで、もう本当1日終わるとですね、この疲労度が全然変わってきます。で、しかもね、これね、糖質素材なんですよね。やっぱりこう汗どうしてもかいちゃいます。で、それがですね、糖質じゃないとかなりですね、まあ、不快な思いをするんですけども、これはね、かなり優秀ですね。秋の始まりとかですね、初夏ですよね、その時は本当にこのね、違いを実感します。まあ中にね、厚手のものを履いたらですね、これオールシーズン使えますので、ぜひですね、このドライシールド、
このね、良さをね体感してみてください。そしてね、あとこれすごいのがなんとですね、全品検査してるので基本的にはですね水漏れがないと、そんなね、まあ気合の入った上田になっております。